そうですね。ではい、でまず amazon.com の画面にそれを押していってもらって、はい、そうですね。で、amazon.com のこの日本の画面から一番下に行くと、アメリカってありますよね。あ、はい。はい、そのアメリカってとこを押してください。はい、で、これでアメリカの amazon になりますんで、で、Your account って、これ Amazon.com 入るのは初めてですよね、今回。そうです。まあ、過去もたまに買ったことはあるぐらいで、ほとんど見たことないですね。はい。で、アメリカがもちろん、全く初めてですよね。はい。はい、そしたらですね、この上の方に、Hello っていうとこにオレンジのサインインってありますよね。右の。あ、はい。そこを押してください。で、はい。で、Your Seller Account ってところを押してください。そこの、はい、それです。はい。で、ここに、メールアドレスを入れてください。はい、大丈夫です。はい、来ました。で、上の No, I am new customer に、はい。はい。で、Sign in using your secure server、はい、そこです。はい、で、まず一番上に名前ですね。はい。で、スペースで名字。で、E メールアドレスがあって、その同じ E メールアドレスをもう一回入れてください。入ってますね。はい、もう一回、タイプインターゲインなんで、もう一回ですね。母さん、どうでもいいですけど、11月21日生まれですか？はい。ああ、うちの弟と同じ誕生日ですね。はい。はい、はい、で このアドレスは、はい、このアドレスはどこにも表示されないのかな、大丈夫かな、これね、海外に名前と誕生日を知らせるってすごい危険な行為なんですよ。そうですか。ええ、僕の持ってる法人の方のドメインにしますか。そうです、これね、連絡先はこれ出ないのかな。あ、でも Amazon で表示はされないで大丈夫ですね。あ、このままでいっちゃっていいんですけど、一応覚えておいてください。これを表示されてると、はい、どっか適当なところに電話、例えば日本人ならビザ持ってるかなとか、ビザジャパンとかに電話されて、はい、で、川田ですって言って、生年月日で本人確認ってするじゃないですか。はいはい、そうすると、これで全部ね、本人に慣れすます条件が揃っちゃってるんですよ。あ、そうなんですか。はい。だから日本はあんま少ないですけど、海外は余裕でそういうの多いんで、はいはい、誰かとのやり取りとかにはこれ使わない方がいいですね。わかりました。はい。はい。そうですね。はい。はい、でそこは吹っ飛ばしちゃって大丈夫です。モバイルフォンはいらなくて、そこにその下ですね、エンターニューパスワードにパスワード入れてください。はい、でそこをもう一回パスワードですね。はい。クリエイトアカウント。で、これセルオンプロフェッショナルって方ですね。を押してください。スタートセリングで。この赤いワンマンスフリーって方ですね。でかでかとありますよね。ワンマンスフリーって。右端の下です。右下。はい。もっと上にでっかくオレンジのスタートセリングって2つ並んでますよね。の右側の、はい、そこを押してください。はい。はい。
で下に名前ですね。でチェックを入れて、はい、チェックを入れて、でコンティニューですね。でこのディスプレイネームってところがお店の名前ですね。そうですそうです。これでもいいんですけど、はい、できればあの日本人だっていうのが割と人気なんで、あのそれを表すのを何か入れとくといいですね。まあ、あの例えば東京とかあのそんな感じでもいいですし、ジャパンでもいいですし、あの地元でなんか日本的な地名とか名物があればそれを入れてもらってもいいですし、はい、はいはい、大丈夫ですね、はい、そこに住所を入れてください。これは日本語で、いや、英語ですね。こんな感じですか。その岐阜県っていうのは、はい、ステートのところに入れてください。あの下の方のそこですね、はい。でその上のシティタウンってところにその岐阜県の後の何々市っていう、はい、でその上のアドレスってところに、はい、まず番地から1の1の1とかそんな感じの、はい、ビルなんですけど、はい、でビル名はその後ですね、はい。何々町みたいのその下の空欄のところに、はい、そこですね、はい。あ、ビールっていうのとあれがそうなんだ。まあまあ大丈夫か、はい、ビールのビルで、はい。何階とかなくて全部自分のビルなんです。2階ですね、はい、2階、そしたらあの2-14-2F ですね。2-14の後にですね、はいはい、はい、で F の後にカンマ半角で入れてもらっていいですか。それで OK ですね、はい。で、下の方のポスタル、ジップコードのところに郵便番号ですね。そうですね、配方入れて、あと下4桁。カントリーをジャパンを選んで、で電話番号を今あのすぐ電話使うんで今すぐ受けられる電話番号をそこに入れてください。セーブコンテニューですね。で、ここクレジットカード番号を入れてください。あ、そこ番号じゃない、そこ名前でしたね。あ、すいません、そこ番号ですね、ナンバーって書いてあります。
これ実際はせいぜい引かれてもその39ドル99セントなんで、はい、まあそんなに別に普通に管理のしやすいカードを使ってもらえば大丈夫です。これって16桁のカードですか？そうです、はい、有効期限ですね。定番のコンティニューです、うん、で、はい、テレフォンナンバーのところの0を取ってもらって、はい、頭のところで、はいはい、でプラス81って打ち込んでください。シフトキーを押しながら足すってとこを押すと、はい、で81ですね、はい、それでコールミーナーを押すと電話かかってきます、はい、で電話かかってきたらこの、 ピンナンバーを打ち込んでください。電話に打ち込んでください。はい、なんか英語で言ってますけど途中でも大丈夫なんでこの番号を打ち込んでください。あ、はい。そうするとこうなるんで、もう電話切っちゃって大丈夫です。はい。で、このパソコンの方の画面のスタートセーリングってとこを押してください。この画面になるんだ。でこれでもうAmazon の販売画面というか、はい、できましたんで、あ、本当ですか。はい、もう出品アカウントできてます。完了ですか。はい、であと出品はしてきますんで、はい、またご覧になってやってっていただければ出品のやり方を今教えてきますんで、はい、一旦これスカイプ共有をやめて、はい、画面の方でこうやってくださいっていうのを教えてきますんで、はい、動画を見たりしてですね、はい、この2時間の会員じゃないんですけど、またやりますんで、もしやってみて分かんなかったらまたチャットで質問入れてください。分かります。なんかその出品の仕方の動画とかどこにある？感謝感激 .com のページは開いていただきました。そうですね、それは開いてサポート。あ、そうです、そうです、そうですね。はい、はい、これは開きました、ね、はい、それの、3時からの回のとこをちょっと開けてもらっていいですか。12月、はい、そうですね、はい、あ、はい、あ、でそれ下の方にないですかね。あ、動画ありますね。これがカタログ、これはまずカタログがない場合ですね、はい、商品が日本にあるけどアメリカにない場合の登録方法の動画ですね、はい、でその下の方に、下の方にはないか、普通の単純な出品のやり方も、載ってますね、どっかにちょっと見てください。あとマニュアルにも載ってますね。で、そのメルマガは見てないですか、サポートメルマガ。メルマガっていうのは、あ、じゃなくてね、なんだ、あ、そっか、登録してもらったのこのヤフーメールなんですかね。
そうですね。あ、届いてない可能性がありますね。迷惑に入っちゃってるんじゃないですかね。堀さんからメールは行ってます？あの、私から直接送るメールとメルマガで送るメールがあるんですよ。でメルマガで送るメールが届いてないんじゃないですかね。もしかして。はい、あのこのね、さっきチャットで何か入れましたよね。チャットで何かというのは、Amazon 輸出特待生 N というメルマガで、これをあの検索してもらっていいですか、ヤフーの方で。あ、いや、あの、あ、ヤフーメールの方でですね。はい、ヤフーメールに今画面切り替えてもらっていいですか。で、このメールの検索のところで、これをですね。そうです。あの、この特待生っていうのを、あ、でもこれ届いてますね。これですかね。そうですね。あ、そうです。これタイトルがちょっとすいません、間違えちゃったんだ。あ、いや、これじゃないですね。これ以外に送ってますね。あ、もしかして、母さん、あの、ペイパル全然違うアドレスでやってます?ペイパルのアドレスで、あの、そのサポートメルマガって基本的に送ってるんですよ。あ、ごめんなさい、あのペイパルのアドレスはないんですよ。はい、昔の AU の携帯のアドレスです。ああ、だから届いてないですね。あ、わかりました。じゃあ今いただいてるメールに、はい、変えときますね。はい、はい。あ、なるほど、それで届いてないですね。そしたら、ちょっと待ってください。今、登録しちゃいますね、忘れないうちに。ちゃんとヤフーメールで登録してますね。はい。だから、タイトルが、コンプレッション請求っていうんですか。そうですね、ちょっと。今日の朝8時10分ぐらいに送ったメールですね。これがそうじゃないかな。あ、これは違いますね。これとは別に、あのね、迷惑メールに入ってないですかね。迷惑メールの中も見てもらっていいですか。はい、ああ、はいはい。あ、じゃあ今日送ったのも消えちゃってる可能性があります。今日朝8はい。でですね、はい。前のは来てないです。あ、来てないですね。はい。わかります。あの、なんかヤフーメールってわけわかんないけど届かないってあるんですよ。はい。でもし今中心にこれを使ってるんだったら、はい、G メールを作って G メールに変更した方がいいですね。ああ、そうです。はい。あの、私のものは別に。来てないから分かんないですって言ってもらえば済みますけど、はい、あの Amazon の管理画面を毎日見ないと、はい、その Amazon からの警告とかなんか注文のお知らせを見逃しちゃうと非常にまずいんで、はい、あの Yahoo のメールってかなり信頼度は低いんですよ。ああ、そうなんですか。はい、だからあのもしあれだったら G メールに入って G メールに登録してもらった方がいいですね。あのさっきの変更できますんで、はい、変更って教えてもらって、はい、